皆さんこんにちは。薬草の森白水堂漢方アドバイザーの鈴木です。今年は例年より梅雨入りがだいぶ早く、ジメジメとした湿気の高い日が続く季節となりました。湿度が高いとベタベタとして、それだけでも気持ちが悪いのですが、体の表面だけでなく内側にも湿気が入り込みます。それにより気の巡りや水分代謝が悪くなり、いろいろな症状が起こりやすくなるのです。梅雨時は食欲が湧かないことも多く、生物や冷たい飲み物を多く取りがちですね。体の重だるさ、むくみ、食欲不振、軟便、下痢などなど不調を感じる方も多いのではないでしょうか。中医学は湿気も大きな体調不良の原因としており、体内に余分な水分が排出されずに残っている状態を痰湿または痰飲と言います。そこで体の中の湿気取りにおすすめの漢方がこちらの消湿顆粒です。中国の漢方名では葛根正気散という名前です。消湿顆粒は13種類の生薬が配合されていて、体内の湿気を取り除き、消化機能の働きを助けて正常に整えてくれるので、梅雨から夏の湿度の高い時期に常備しておきたい漢方の一つです。気候からの影響の他にも、冷たいジュースやビール、アイスクリームなどの飲食が多くなったり、焼肉、揚げ物などの油っぽい食事も脾の働きを低下させ湿を生みやすくなります。食欲不振、体調不良、下痢などの症状も出やすいので、冷たいものの食べ過ぎ、飲み過ぎには注意してくださいね。消湿顆粒は適度に内臓を温めながら余分な水分を排出する効果がありますので、お腹が冷えやすく、このような症状がある場合にもぜひお試しください。今日の動画の内容でよくわからなかったことがあれば、コメント欄に書き込みをしてくださいね。薬草の森白水堂では漢方相談を行っております。お電話、オンラインでもご相談をお受けしております。お気軽にご相談ください。ご視聴ありがとうございました。